をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。8番のプレイヤーが発言します。力かお願いします。じゃあドーン進行で私の位置で95秒で出てきましょう。うん。で、まあ、ローン進行するからには、役があること、ないことは、探さないでほしいかなって思ってますね。あとは、まあ、釣り位置っていうか、怪しい人とか、いろいろ上げていってほしいかなって思ってる。まあ、理由つけて、その理由が不当か、妥当かで見たいかなって思ってるかな。あと、変なブーブとかはしてほしくないかなって思ってるかな。うん、いつまでも潜伏とかね。そういうムーブはちょっと、うん、なんか村出があることをしてほしいかなって思ってますね。うん、村が勝ちたいんで。うん。あとは、なんかあるかな。まあ、特にないですね。まあ、2周目頑張ります。以上。9番のプレイヤーが発言します。まあ、8番さんの趣旨は分かったんですけど、なんか、はい、後ろの方の音がすごい、なんかね、キキキキなって、ちょっと雑音が入ってましたね。聞きづらかったです。まあ、まあ、8番さんのね、正当なね、やっぱり理由をつけて、まあ、精査してほしいということだったので、それはいいかなと思いますね。うん、まあその理由が正当なのか不当なのかっていうのは、まあただそこは、そこは大事だと思います。ただそこの正当が理由、理由が正当か不当かっていうのは、まあ、なんていうのかな、ある意味主観的なものもあるんで、考え方の違いとかもあるから、まあそういったところも踏まえて精査していくのが大事かなと思ってます。2周目頑張ります。1番のプレイヤーが発言します。8番さんと9番さんもちょっと2周目のグレー精査が自分と合ってるかどうかでちょっと判断しようかな。現状まだ白要素黒要素って拾えませんでした。で、自分は結構ね、強靭アピールしてくる可能性があるんよね。強靭目線ご主人が分かんない、人狼目線強靭が分かんない、ならちょっとアピールして、若干、有利に進めたりするケースがあるんで、もしそういう人を見かけたら、もう狂人も一応人外なんで、そういう人を真っ先に釣りたい。もしそういう人がいないんであれば、ちょっとグレー精査が合わない人、考察が伸びない人を自分は釣っていきたいかなと思うんで、まあ、2番さん以降にちょっと怪しい人がいたら、もうちょっとこの人は怪しいんだって理由つけてね、ズバッと釣り位置を言ってってほしいです。2番のプレイヤーが発言します。発言します。メタチェーンで塩特にありません。8番から始まって8番さんのドン進行で、まあそれは、うん、結構無駄であるかなと思ったけど、8番さん自身、まあ少し多少なりとも役職に触れてたから、うん、そこは村井としてどうなのかなと思った。うん、8番さん自身は同進行してる以上は、8番さんは別に役職に触れる必要はなかったんじゃないかなと思ってるから、91はそこ触れられてないから、うん、あまりわかんない。うん、自分は黒見つけていきたいけど、まあ1は、うん、強靭位置、うん、見つけていきたいっていうから、自分とはあんま思考合わないかな。まあもちろんね、どちらか釣れればいいんだけど、うん。ドン進行のこの場合で、ドン進行乗ってる場合はね、黒い位置見つけた方がいいと思ってるから。もちろん 3CO とか、うん、そういう場面ではわかんないけど、うん。1級比べると、どっちも印象良くないけど、1の方が若干悪い。3番のプレイヤーが発言します。うん、ちょっとよく2番さんの言ってる意味が分かんなくて、別に強靭ムーブしてる狼やっているし、なんか単純におかしい発言してる人釣れば人外が釣れると可能確率が高いんだからいいと思ってるし、別に強靭探したってなんで強靭探しを否定するのかなって思うから、それって人外視点の話だと思います。だから2は怪しいし、9番さんも怪しくて、少なからず、8番さんは、同進行しようって言ってて、まあ、無理やり行動を心がけよう、まあ狼探す議論をしてるし、
発信コールを述べてるし、1番さんは1番さんで IC とか上げてってって言ってるんだけど、9番さんって8番さんのバックグラウンドミュージックコオロギがなんかうるさいって言って、なんかその後になんか、でも8のここは良かった、でもここは悪かったっつって、結局要素取り、要素を落とそうとしてないんだよね、触れただけで。だから黒いなと思った。9と2が黒いです。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。8番さん同進行、賛成なんで、僕もそれに乗ってやって、エクスカシをしないようにやっていきたいと思っています。9番さんに関しては8の趣旨が分かった。まあ、理由が正当か不当かは考え方の違い、まあ、発言したけど、まあ、白黒色落ちなしで2周目の発言聞きたいと思ってます。まあ、1番さんに関しては強人でも人外だからするっていうのは僕も同意見ですね。強アピする強人もいると思うので、だから3番さん、まあ、でも1番さんもどっちの陣営で言ってるか分かんないけど、僕目線では3番さんが1番さんにしろ、まあ、3番さんが2番さんに対して指摘したことも、最終的に1が意味不明って言ったのも、それはそういうふうには僕は思わなかったので、うん、3番さんの発言が一番いい。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番さんと3番さんを怪しく思っており、4番さんには違和感を感じています。4番さんが取った3番さんが2番さんに対しての指摘が良かったっていうところは同意なんですが、3番さんは9番さんへの殴りだけ不当だと思っています。はい、2番さんについては91がその8番さんのあれに拾えなかったけど、91の差がついたところに2番さんのは違和感を感じています。はい、3番さんの、もう一回、もう最初のことに戻るんだけど、3番さんの2番さんへの指摘はいいけど、9番さんの、その9番さんが8番さんに言っているバックグラウンドミュージックの話しかしてないって言うけど、9番さんは多分それぐらいしか言えないので、3番さんは9番さんに対して求めすぎていると思っているので、2番さんと3番さんが怪しいです。6番のプレイヤーが発言します。いや、なんかそれぐらいしか言えないよねって、なんか供養しちゃ俺はダメだと思ったんですけどね。基本的に人狼ゲームに関してなんか関係ない発言をしてるっていうのは、まあなんか疲れても仕方ないって思ったけどね。なんかそれで5番さんがなんか3番さんのが不当っていうのがおかしいかなって思っちゃう。3番さんの意見も分かる、まあでも9番さんはまあそういう話したいなら、あ、ごめん、なんかね、回線つぶつぶ。要するに3番さんに不当が分からない。それでまあ9番さんは仕方ないから、その位置だったら仕方ないよね、その位置だと思うんだから、1番への殴りもおかしいなと思ったので、まあ2番5番あたり気になってますね。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。そうかな、僕5番さんと意見合うんだけどな。まず2番がおかしい点は、まあ8番って別に役職にそこまで触れてたかって話、どんしこ捉えただけだと思うけどね。なんか8番への黒の塗り方変だなって思った。で、3番さんは2番さんに対しては良かったんだけど、僕も5番さんと一緒で9番さんに向ける視点が変だなって思った。9番さんが8番さんの精査、様子を落としてないって言うんだったら、直近の1番さんも8、9番2周目のグレー考察って言ってるんだから、3番さん視点、9番だけじゃなくて1番にも、まあ、その視点は向けるべきだなって思った。で、まあ、4番も怪しくて、4番は3は最初っていうのは、まあ、4番の思考上わかるんだけど、じゃあ3が怪しんでる2を釣り寄せばいいじゃん。なんか、3が最初って言うだけで、まあ、2も釣り寄さないのは、なんか、系統を恐れてるなって感じがあって、2、3、4あたりがおかしいなって思ってます。8番のプレイヤーが発言します。95でいきましょう。95、むしろ、1番さんがむしろね、で2番さんが霊能ね、で、
4番さんが8白ね。8白か。4番さんはね、1番はちょっとまだわかんないけど、まあ1番さんその発言少なかったから、4番さん結構なんか最白位置ばっか見つけてたところは気になったかな。時点で1番、最白が3番で、まあ1と9もわかるって言って、8の銅にも賛成って言って、4自身黒いところを見つけてなかったのはちょっと印象悪いかなって思ってる。でも1番さんも、3番目の位置だから発言伸びてなかったから、ちょっと2周目に期待するかな。うん。で、私は、私5番さんが印象良くて、5番さんの、2、3と4が違和感って言ってる視点が私と当てて、そこを7番さんが評価してたから7も良くて、6が5に突っかかってるのがよくわかんない。6、私は5は一番良かったから、6番さんが、2、5あたりが気になってるんでしょう。5番さんって2番さん、気になってるから、6目線って、2、5はなくないって思ってたから、6番さんが印象悪いかなって思ってる。まあ、3番さんはね、9への視点が、ちょっと、コオロギだけ、ちょっと私外行ってたからしょうがないけど、なんかそこはいらないのかなって思ってるかな。現状釣り位置は3か6かなって思ってる。以上。9番のプレイヤーが発言します。8番さんには言いたいけど、ゲーム上ではいらないけど、あなたの環境を整えないと、あなたの発言をしっかり聞くことができないので、うるさいですよって言っただけ。だって環境を整えてくださいねって言った。それだけですね。重要なことだと思いますけど。今日釣りたいのは6番さん。6番さんって5番さんが3が9にね、8への対するね、精査が、できないのは許容するべきじゃないっつってるけど、じゃあ6番さん、あなたは8級の精査したんですか、単体での。8級に何らかの要素を取ったんじゃない、取ってるんですか。あなたができてないのに私に求めるのは良くないんじゃないですか。私は8番さんの発言をしっかりと聞いてね、どう8番さんは何を考えてるのかなと思いましたね。で、今日釣りたくないのは7番さん。7番さんの3から3が9に指摘した事項を言うんであれば、1番に3にも言わなきゃいけないっていうのは真っ当ですね、これは。だから今日は7番さんは釣り1じゃない、6番さん。6番さんがなんかね、サイクル1かなと思ってます。で、多分3番さんはあって強靭目があるのかなと思って、あの時点で全方向に殴りを入れるというのは、サンバさんちょっと強靭目が高いかなと思ってます。はい。1番が。1番のプレイヤーが発言します。まず4番が強靭だった時、5か7に白打つと思うんで、4番が8に白打ってる時点で、まあ4番多分ローだと思ってて、まず4番さんが3番さんに印象いいっていうのは、4、3の俺振り方じゃないと思ってて、あれって評価集だと思うよね。で、3番さんが釣り1、2と9。自分の城先の2釣りをしてたけど、9も釣りを、2つ釣りをしてんだよね。だから4級ロールの時って3を評価する必要がないんだよね。だから4級も弾ける、4、3も振り合いもないってなると、まあ、初日囲いの48か、それがないんだったら45、46、47なんだけど、まあ、6番さんが5番さん怪しんだしてもよかったんよね。5番さんって、まあ、2と3を釣りをしたけど、2と3って対比してんだよね。3番さんって2釣りをしてるから、3老軸だと2ないし、2老軸でも3がないから、その対比釣りをしてる5番さんが怪しいのと、7番さんって便乗して、さらに2まで釣りに持ってってるから、自分、2白持ってたらやっぱ便乗位置って黒いんよね。だから最終的に便乗で釣りに持ってった7。この辺が怪しいから、自分は5番さんか7番さんの相方が4にいるんじゃないか。もしこの2人が白であれば、もう初日囲いの8か。8番さんの視点が3と6って合わなかったから。まあ、この5、7、8のこの中に4の相方がいると思う。あと、騎士絶対1超え。お願いしたい。2番のプレイヤーが発言します。発言します。そしたら1っていうのは、9っていうのはどういう人物になるのかな。
9っていうのは7はないって言ってた人物だから、1番3目線でじゃあ9ってどういう人物になるのかなっていうまで視点を落としてほしかったな。うん、9は7っていい視点持ってたんじゃないかなってまで意見を落としてたから、1が9キャンセルできる、1から9に関して視点伸びないのは少しちょっと疑問に思っちゃったかな。俺も7の視点は良かったとは思うけどね。7って全て公平に見せたし、まあ最終エンドポジセの発言は伸びてたとは思うからね。それより俺は5、6、まあ3で評価集って4が3で評価集してるって1番さん言ってたけど、俺あんまりそういう風には見えなかったかな。だから俺は5、6どっちかに。3番のプレイヤーが発言します。7を評価してる意味が分かんなくてね、僕が殴られた頃とかじゃなくて、その理由が3番は9番を怪しむんだったら1番さんはその9番に何も言ってないんだから1番も怪しむべきじゃないかっておかしいと思うんだけど、だって僕が9番を怪しんだ理由ってしっかり言ったんだよ。8番は鈍進行、むらり考えて行動しようって言ってるよね。少なくとも人外を剣論、進行論言ってるよね。で1番は、色を落としていってねって後発の人に対して言ってるから、あ、色を落としたい、まあそれむらりあるよねって話で、で9番さんは、8番さんの後ろの音がうるさいって言って、でも8番さんのここは良かった、ここは俺は違うと思うって言って終えて、8番が何なのか、8番をどう見てるのかって視点を落とさなければ他の人がどう思ってるかとも聞こうともしなかったよね。この明確な際により9番は村に色を落とそうとする意欲が足りないって思ったから9番さん怪しいっていう視点をなんで1にまで向けなきゃいけないのって思うんだよ、7番さんに言われたことって。だから僕全然7番って真っ当じゃないと思ってるし、5番か9番が強靭だと思っていて、6番がロボ作戦した時に5と9がチャットして、役内の透かしてるからここに強靭がいると思ってて、僕はどっちかって言ったら3番に強靭、意味不明な塗り方してきた9番が強靭じゃないかなと思ってる。で5番は若干ローメある、なんか9番の白透けてるっぽいはずがあったから、7番がのプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師でした。8番さん白です。把握お願いします。まあ、1番さん確定人外なんで、まあ、1番さんは強かローかはちょっと分かんないですね。1番さん目線は僕に対して、8番さん、まあ、1番さん目線は8番さんのことを白く見てるんでしょうけど、僕が強靭だったら8を打たないっていう考えで、まあ、5、6に指摘、指定も向けてましたけど、まあ、村目線で言っても僕って多分振動で見るんじゃないかなって思ってます。で1番さん、対抗1番さんが、僕が3番さんに対するすり寄りだっていう発言を残してますけど、まあ少しすり寄りだって言うんだったら僕が3番さんを最初にした理由とかも、そこに対しての反対意見を述べないとそれは通らないんじゃないかなと思ってます。9番さんに関してはちょっと2周目もちょっと分かんないですね。2番さんは僕は霊能で良かったなと思ってます。自分だけじゃなくて、5、6からも怪しいっていうふうに言われていたんで、ただ2番さんは2周目の時にも、怪しいって言った僕に対しても、まあ殴り返しもしてこなかったんで、まあ例の資格してるんでね、よかったんですけど、まあ僕は、まあ5番さんのその僕のその3番さんを評価するやつの、1点だけ、9番さんに対するやつは理解できたんで、僕は6番さん、7番さんの色が見て、のプレイヤーが発言します。なんか4番さんにこうやって言われると僕は多分今日命をなくそうだなと思っています。4番さんに説明しておくと、2番さんは多分霊能だろうなと思って僕は殴っています。はい、2番さんと1番さんの主義主張が違うところから2番さんが霊能を持っているだろうと初週では思いましたよ。1番さんは
まあ強靭のとこつってもいいんじゃないかなって言っている人で、2番さんはいや黒釣りたいでしょうって言っているから、2番さんが霊能を持っている可能性はめちゃくちゃあったと思いますよ4番さん。はい、まあ4が狼だった時に3がちょっと浮上したかなぐらいですが、1が真の可能性が僕はあると思うので、567の欄になると思っています。はい、567になると思っています。3番さんの2周目めちゃくちゃ良かったと思います。もし4黒だった場合に3黒はつながり得りそうかなぐらいな感じで思っていて、4番さん黒軸で考えた時に、今67のどっちかって言ってたから、ワンチャン相方を含めた7番とかがあるから、僕は1番さんが真にちょっと見えているので、多分57番さんに入れるかなっていう思いますね。はい、3番さんの指摘が良かったかなと思います。3番さんのその1周目の9番さんの話は僕は理解ができました。なるほどなと思ったので、だから現状3番さんに行く気はなく、ただ3がつながれるのは1ではなく4だなぐらいの感覚で、ね、ただ1番さんが真だと思っているので、僕は6番のプレイヤーが発言します。はい、まあなんか5番がね、なんか7番釣り位置にするんだっていう感じだけどね、なんか6番さておき7番なんだっていう感想を持ちましたね。これは1番4番が狼出てた場合って、基本的に9番さん相方っていうよりかは、なんか俺も5番さんと同じように5番6番7番の中に狼がいるから、その6番7番っていう釣り位置を俺の評価して提示できたとか、まあ、普通に本物で、まあ、そういうヘイトを恐れずそういう考察をしたかっていう風に見えたから、これは5番7番比較すると、なんか7番が俺の視点に乗って、なんか5番の視点を評価して4番3番2番を釣り位置に持ってってるのに、なんか俺まで逆意見の俺をなんか殴りに来なかったのが、まあ、なんか人狼っぽくないのかなと俺は思っちゃったから、なんか どうなんだろうね。かといって今の5番さんの行動もなんか狼かって言われたら微妙なんですけど、うん、まあその何でしょうね、まあ俺は9番さんの精査もしてましたけど、正直プツプツだったんでできませんでした。まあ9番さんに初日を持ったのって、なんか8番さんって別理由付け以外のことも、まあ、発言って最初言ってたわけじゃないですか、おかしい発言するなとかっていう風に。でもなんか9番さんがその8番さんの理由付けっていうところだけなんかペラペラ、そこだけ評価して、なんか他のそういうところだけずっとペラペラ喋って、なんか関係ない話してんのが、まあ、どちゃくそ印象悪くて、まあ、はっきり言って9番釣りたかって、まあどうしようね、まあ、9番にそういうヘイト向けられちゃったから、でもなんかあんま票集まらなそうだなって思ってる。もうな、感情含めて9番に投票したいけど。7番のプレイヤーが発言します。はい、まあ今の議論聞くと6が狼でやってるっぽくはないな。まあ6番だったら、まあ567にヘイトを向けなければいけない盤面なのに9にヘイトを向けるって、あんまり6番人狼行動っぽくないな。まあ今日はあると思うけど、で僕今日釣りたいのは3番か5番。5番1周目を勝ったんだけど2周目微妙だね。いや、やっぱり3番の言ってることおかしいと思うけどね。だって3番は絶対こういうはずだけどな。え、なんだったっけ。3番は1周目、9は8の要素もほとんど来てないから、ちょっと怪しいって言ってるし。別に1番も8の両方とも精査を起こしてないんだよ。2周目片付けて。僕の言ってること変かな。それでその3番をかばう5番も変。4を偽で追いつつ、4、3はあると言いつつ、まあ3を弾く5番の視点も変だなって思った。まあ1番さんもなんかライン切りを追わないのは変だけど、まあ4番さんの2周目の発言聞いて、あんまり新芽は取れないなって思った。もう一角してる2番さんに触れる必要ないか、4番さん視点、どこが狼か、1番とつながり地はどこかっていう精査を落とすべきなのに、まあ2番の発言、2番の霊能に触れてたことから、あんまり心配は負えないなって思う。まあ正直3番は僕は外せない位置だと思うけどね。まあ3番狼でも別に4位置どっちでもつながると思うから、僕は3落としたいんだけど。ダメかな、まあ、どうしよう。全プレイヤーの発言が、この私を疑うつもり。
7番のプレイヤーが発言します。誰が入れてる？まあ3番は当たり前だし、まあ5、3から入れられるのは分かる。4放棄。え、もう1、4を完食だったら僕全然3あると思うけど、まず3番が9番にだけ初級視点を向けて1番に向けないのは変だと思ってる。なんか1番は進行論でいいことを言ったみたいなこと言ってるけど、別に進行論なんて狼でも言えることだからね。だから3番の、まあ、7番が不当だっていうのは合ってないし、まあ、5番もその3番を評価してるのがわからない。でも1番が僕に入れてるから、正直1番の偽も追いたくなっちゃうけど、まあ4番の発言は正直新芽が取れるもんではなかったし、投票放棄してんのか。ちょっと一番三振だったらもう考え直してほしいな。3番いく。3番のプレイヤーが発言します。いや、僕が1番を疑う理由ってなくて、1番さんは考察8級が分からなかったからこそ、後発の人に対し、あ、じゃあ色を落とせるなら落としててってねって議論の発展を望んだんですよ。9番さんは望んでなかったんですが、9ってどこ入れて、9は3枚入れてんだよ。9番強靭だと思う。9番は望んでなかったんですよ。だから8番の話して、だ結論、じゃあ9番は8に色を落としてなければ、後発に色を落とさせるような要素も提出しなかったでしょう。それが議論の発展しようとしている8と1とは違う大きな違いだよって9番殴ったのに、なんで1にまで視点向けなきゃいけないのって話で、それを7番から言われたのがおかしいと思ったんで、7だと思ったし、7視点1が7入れてんなら1、3に見えるから、なんで4を2せで置きたい。全プレイヤーの発言が終了しました。この私を疑うつもり？これどうなんだ、4の本気。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。まあちょっとこれ、僕がなんかいくらパッション出して死んでったところで7が村だったらなんか嫌な感じになると思うんで、僕が7番狼で追った理由って、僕が1番に視点向けないのがおかしいって理論がおかしいから、僕が疑ったのは9番で、8番1番疑ってない理由をまず先に説明してるんだから、9番疑って1疑えっていうのはおかしな話。僕はちゃんと8と1を疑っていない理由を説明した上で9番疑ってんだから、そこでなんかどうこういうのは違うと思ってる。で、4番が死んだら放棄した理由は必ず村にちゃんと言わないとダメだし、僕はなんなら7番ロージクの17のライン切りだって追ってたからね。だから4が放棄してる以上、もうそこって村を追えなくなるからね。4の落ち度が広いから、放棄だけはダメだと思ってるよ、死んだったら。で、結果どっち入れてんの？結果3入れてんでしょ。あ、よくわかんない。じゃあ47なんじゃない？1番から占われたくない7オオカミとかなんじゃない？ 1,3 って言い切れなかったのは、もう1と3が7入れてんだから、4が放棄しちゃうが 1,3 だろうって結論に至るのが自然だし。まあ、わかんないですけど、もう初日で死んだ人なんてわかんないよ。この発言別に鵜呑みにしなくたっていいし。僕は7の指摘おかしいと思ったし、9番が色を落とす議論してないと思った。で、5番さんが9番に求めすぎって言うから、5は9の色しか透けてんのかなと思ったが、まあ、2周目は7番押せるんだと思って、まあ、ちょっとわかんない。ちょっと6番は追えなかったです、8も。はい。夜が更けました。どうする？4噛んだ方がいいと思うけど。6噛みましょう。4噛んでいい？ 4。 あ、いいですよ。うん。その疑いには、まあ、2番が7。結構心配取れてると思いますよね。まあまあね。まあ任せます。うん、頑張ります。夜。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。
三白七白七白白。まあ、しょうがないとは思いますけど、まあ、3番さんよりは7番さん落としてたが良かったかなとは思いましたけど、まあ、2番さんがね、3番さんに入れてるからしょうがないなとは思ってましたけどね。どうですかね。難しいですね。まあ、4黒の地紙とかで考えた場合は、6、9、どっちか。一番さん、狼だった時にでも多分、仲間に入れる必要がないから、7番さんはそのまま白。相方は、やっぱ6、9って感じですかね。なんですかね、僕がね、その7番さんと違う点は、その1番さんの占い先って2番さんしかなかったじゃないですか。で、その1番さんが、僕は7を落としたいって言っているのは、これは飲むべきだと僕は思っていた人なんですよね。だから7番さんに言っているし、4黒起点で3はあるよねって言ってるのは、それは別に4番さんが黒だった場合って、その僕とか7番さんが仮に死んだとしてね、そうした場合ってラインって露骨に見えるから、別に3番さんは今日昨日釣るべきじゃなかったと思ったんですよね、僕は。はい。難しいですね。難しいです、これは。はい。あんまり8番さんも追ってなく、6級のどっちかにラッと嘘がいるかなと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。いや、まあなんか全部村のせいにしてるみたいですけど、なんか5番さんが7番吊るし、こう頭の中身一つもなんか説明できてないし、多分誰一人分かってる人いないと思いますけど、まあ俺正味なんか4番の投票見て投票放棄したんですよね。まあ多分ね4番死んだんだろうなと思って、なんか1番の投票見て7番に入れるの負けた、まあやめたんですけど、まあ3番が1番7番ライン切り追ってるっていう視点見て、なんか俺は狼同士が、まあ、基本ライン切りって初日するものなんか7番死にそうだったから、まあそれはもう本当に、まあなんだろう、勝ち筋考えてやる狼の戦略ではないなと思っちゃったので、まあこれはまあ普通の表推理なんだけど、だから7番じゃなくて、まあ1番狼軸で3番とのラインの方があるかなと思って、俺は3番に投票してしまったんですけど、まあわからんわ。なんか言われてみたら別、まああるんかもねくらいに思っとこうと思ってて、なんか一番の初日ってまあなんか俺見てたんですけど占いっぽくなくて、でかつ8番9番になんか相方いそうな触れ方でもないような気はしたんですけど、でプラスなんか1番が俺のこと弾いて5番7番になんか狼いるっていう推理残してんのが、まあ多分本当にいるんだろうなって思ってるんですけど、まあだからこの2人の精査した時に、まあ5番が黒いです、5番がどちゃくそ黒いです、なので一番釣った後もう5釣りまで俺確定したいたいくらいなんですけど、まあ皆さんどう考えますか。まあでも7番も3番釣ってますからね。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、3番しようか。まあ直近の5番6番の話を聞いた限り、僕は5番の方がすごい違和感があるけど、5番は1番が5と7を落としたいから7を落とすべきだとか言ってたけど、別に2周目の発言もあるからね。2周目の発言聞けば、聞いて、まあ村だと思ったら別に7を釣る必要なくない。で、5番がおかしいのは、なんだろう、4の黒を追ってなくて8番は狼っぽくないって言ってたんだけど、8番さん、なんで投票放置したか、ちょっと理由は言うべきだと思うけど。全然4強心のなんか8番とどっかに狼がいて漂白髪したっていう観点が抜けてるから5番ってなんか視点捨てしてんのかなって思った。まあもし8番がローじゃなかったら、もしかするとなんか、占い新居か進路かわからんよ正直。もしかしたら進化わからなくて、まあ適当に噛んでる可能性もあるから、占い髪が入ったら普通、なんか新居も追わなきゃいけない場面だよ。ただその場合の二度一が難しいんだよ。ただ5番は結構人外かなって。まあ1周目は白く思ったけど、2周目はちょっと変だな、2周目から変だなとは思ってる。まあちょっと8番さん9番さんはまあ前半1なんてあんまりちょっと発言でも
あんまり要素が拾えてないんで、まあ、ここら辺の発生も注意して時間となとは思います。ただ、1番が7指導なのかな、1番。のプレイヤーが発言します。放棄したっていうか、最初ね、3から7に変えたら投票放棄になってたから、ちょっとびっくりしちゃった。4番さんって3番さんのことを再しろって言ってて、で1番さんも、3番さん弾いてたから、進路だったらね、占い進路3ってないから、でも3番さんの9位の星座がちょっとおかしかったから3に入れたけど、よく考えて進路だったら3はないかなって思って7に変えたら、投票放棄になってました。それだけですね。で、4神でしょ？6番さんは、5、6、7、7になってて、9に平等を向けな、9に平等を向けたところは、結構、ローメはないかなって思ってたかな。で、5番さんって、7番さんって5番さんのことを良かったから、いいって言ってたんですよね、初日ね。でも、5目線って7のことが一番、なんか、印象悪、7釣りにはならなくないって5番さんには思っちゃったけど、なんで8を弾いたのかもわかんないかな、5番さんには。まあ、今日は1番釣りですね。9番さんね、どうなんやろ。9番さんそんな怪しまれてなかったからね。まあ、6番にだけか。今日は1釣って、まあ、現状気になってるのは5かなって思ってる。でも1ローの時って7に入れ続けてて、7しろって打たないと思うんですよね。だから1ローの時は7はないかなって思ってるかな。以上。9番のプレイヤーが発言します。発言で、今日5番さんの発言で開口なんか一番一なんかね、地紙を折ってる線があったんですよ。地紙を追う場合だったら8番さんが一番ね疑わしくなるのにもかかわらず、5番さんって8の黒を追ってないんですよ。漂白紙するしかメリットないじゃんと思いましたね。5番さんの怪しいところはそういうところです。で、6番さんって、なんかその5に向ける視点はいいんだけど、向け方がなんか変だなと思ってるから、これはね、まあ自分は地紙追ってないんで、8番さん多分、村なのかなと思ってる。で、俺3番さん、狂人どっちだかなと思ったけど、占い紙入ってる場合って結構心境盤面が多いと思うんで、1残しの、5、6どっちか詰めてればもうほぼほぼ視点つけるんじゃないかなと思っている、ね、当然棋士は出すっていうことが前提だけどね、まあ、自分が棋士かもしれないけど、1のね新芽がね高いでしょう。だって4が死んで投票放棄とかってあんまりなくない。だから強人で入れられなかったご主人がもしかしたらご主人で入れられなかったっていうのがあるのかもしれないと思ってるから。7は相変わらず白くて、まあ1番さんとはグレースケールが全然合ってないんだけど、まあ7白っていうのは自分はすごく納得です。8番さんもまあ囲われてないと思ってます。1番のプレイヤーが発言します。ね、まず7番さんを占った理由なんだけど、まあ5番さんってすり寄りはあるとはいえ、5番さんって1の芯をかなり追ってる人物ね。1をかなり芯を追ってる人物で、6番さんが5に行こうとせず9に行ったんよね。だから4、6ローロの時絶対5釣り押すと思ったのよ。5番って1の芯を追ってるから。だから6番がそこで5に行こうとしなかった時点でやっぱ6弾いたし、9番さんって誰も釣ろうとしてないとこに釣り押し持ってってるから6番って強めだったのよ。で7番さんが結構5と3を釣り押してたんよね。で5番さんって俺のこと新目に見てる人だからそこも釣り押してたとこと、3番さん目線と俺目線はあんまり狼っぽくなかったの。4番さんって3番白い3番白いって言ってる人物だから、白いっていうの評価集だから、だからそこを釣り寄せる7がおかしかったけど、結果白ね。ってなると、これ4噛まれてる時点で、俺は地紙だと思うよ、8の。だから俺4、8ローの6強だと思うけどね。6番さんの9釣りってあれ絶対死に表じゃん。あれで6で自分の芯下げて、4が芯とかで4って放棄してんだよ。
てか6強の俺はもう4、8ロール6強俺決め打ってほしいけどね、正直4が放棄した時点で俺噛まれるかなと思ってた。2番のプレイヤーが発言します。4、8ロール6強でも、うん、1番3行って7当たりいると思うから、うん、今日は1番3行くかな。うん、俺1番さんでおかしいと思ったのが、5-7で1番さん見てて、9番さんっていうのは7番さん評価した人物だから、だからそこを引っかかんないのかなって、そこ誰も触れてないんだけど、9番さんって2周目7番さんを評価した人物、うん、自分も7番さん良かったって言ってる。で1番さんっていうのは7番さん占った、うん、で9番さんがじゃあ、1番さん、なんで7番さん占いみたいなことにもなんなくて、あ、7番さんぐらい納得、うん、そこもなんかちょっとわかんない、1キロロもあるんじゃないかなって若干思ってるな。うん、だから1から9の触れ方がおかしいな、ちょっと。ただ5番も、5、6、7で、ランかけてください。いや9どこ行ったんって感じもあるからね。うん、今日は9釣りでいい、あ、1釣りでいい、うん、1釣りで。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーに追放されました。まだちょっと霊能者から芯で追ってもらえてないのがめちゃくちゃきついんだけど、まず2番って結構1を叩いてた人物よね。別にそこって白を打たずに釣り縄に使えばよくね。で2に白を打つ必要ないし、自分ローだった時って2の占いの可能性もあるのに2に白とか打たないよね。逆に4番って8に白を打ってるって仲間の可能性って十分あるじゃん。で4噛まれた時に一番逃げ切り位置って8よ。だから俺4、8、ロロ、6強だと思うね。それか9強。9番さんがなんかここで5投票もちょっと浮いてるから6か9が強靭だと思うけどね。いや、ちょっと2番さんはちょっと俺のシーンちゃんと追ってね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。さあ、騎士誰だ。騎士は6かな。はい、じゃあ皆さん、福引き、ぜひね、参加してみてください。夜、昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、5番のプレイヤーが発言します。強靭は確実に生存してるね。まあ基本的に僕は1を死んで見ているんですよね。まあ理由としては4がもう初日の1回目に投票放棄してる時点で僕はアウトだと思っているので4の線を追っていないんです。で8番さんを弾いている理由、誰かにドーンって言われたんですけど、あそこで投票放棄するのって僕騎士しかいないだろうと思っていたんですよ。7番さんと3番さんで追託上がり、僕は自身が村だっていうのを知っているので、ここがない騎士になったらじゃあ6か8か9っていう話になるんですけど、そうなった場合にここで投票放棄して強靭アピールするのって騎士しかいないから、そしたら僕は8番さんが騎士かなと思っているので、2、1番目だしね、出てこない理由ってそれぐらいしかないかなと思っているので、だから6、9のどっちかかなっていう発言ね。で7番さんに一応言っとくけど、僕は一応死んで見ているから1番さんが2白しか落ちてない中で1番さんが噛まれた場合5か7落としたいっていう、それは遵守するべきだと僕は思っていたので7番さんに言ってるって感じです。はい、難しいですね。まあでも基本的になんか一番さんが言ってた、4、8、ロー、6、強靭っていうのが僕自身は今現状はしっくりきてるので8番さんに行こうかなと思っています。8番さんが騎士だったらちょっと考察を変えないといけないので出てきてくださいぐらいですね。はい、
出てこないということで、基本的には4が地紙しましたよっていうところからの8かなぐらいの感じで現状は思ってますが、多分6番さん7番さんから言われてるの、僕が釣られそうで怖って。6番のプレイヤーが発言します。いや、あんまわかんないんだよな。わかんないけど、俺は4番紙入った時点で、なんか、地紙あるんかね。だから4番投票放棄したってこと？なんか俺その線しか逆にないって思ったよな、そしたら。1番さんが真のパターンの時って。なんか、なんて言うんだろう。もし1番4番が、なんか、心境、で、まあ、例えば9番とか7番が昨日その推理したんだけど、その時ってなんか1番紙した時点でなんか占い向こうがコース作れるんだよね。要するに4番が偽置かれてなんか8番まで疑い値にできるのに、その紙をまあ多分1番4番で、まあ4番投票放棄で新要素になりえないから、その場合って狼の紙って1番に入らないとおかしいと思うので、俺は1番狼軸の推理でなんか初日の印象が変わらないんですよね。まあ、狼が占い師と対抗して4番より新名を取ろうって考えた時って、基本的に狼を釣り位置にすると思うんですよ。で、1番の初日の発言と、まあ、2日目の飲んだ発言で、6番の、まあ、票を回収して5番、7番に向けた視点っていうのは、まあ、多分ここに狼がいるんだろうなっていう、なんか俺の仮定がまず変わってなくて、なんか難しい。なんか別に5番のなんかその論は筋通ってるけど、なんか今までのなんか印象値のなんか悪さで別なんか聞きないなって感じなんだよな。まあだからすごい分かりづらいですね。役で投資ですけど。7番のプレイヤーが発言します。もう正直もう占いのあの真偽とか全く分からない。真偽か真偽なのかも、まあただ明確にやっぱり小判さんは僕はおかしいと思う。昨日まで8番騎士だと思ったから8番外ってて、蝶になってまあ48の地紙でしょって。僕は48で地紙する必要ないと思うんだけどね。たとえ4狼1神であっても1番の占い先って絶対僕だから、8番って多分占われることないと思うからね。あんまり僕48の地紙は追ってないけど、もし4強だった場合の8の漂白紙はワンチャンあるかなと思ってるけど。まあ、あと9番さんがちょっと昨日変だったのはやっぱり投票先かな。昨日はもう、もし3村4神で落ちてたら絶対 PP が落ちちゃう盤面なんて、まあ、9番さんは絶対1投票行かなきゃいけないとは思う。ただ、そんな露骨に1級狼でするかって言われたら、まあそうとは思えないから、もし1狼だったらまあ9強かなとは思う。まあ6番さんの言ってる通り、まあ57に1が 初日視点向けたことから、まあ僕はもちろん僕自身の村を知ってるんで、で結局1番は僕投票してるから、まあ相方を守りに行った1号狼っていう線がまあ僕の中では残る。まあただ一応8番9番の話を聞きます。騎士が誰かだ。どうだろう。騎士と強靭位置把握しないときついから、5か7かなって思ってる。9番強靭で5番釣らないでしょ。7番さん9番強靭だったらご主人様わからないからね。5番ってめっちゃヘッド買ってるから9強靭で5には入れないですよ。あっても9ローじゃない。7番さんだからそこはわかんないかなって思ってるかな。で5番さんが一応死んで見てる思考がわかんない。4番が投票を放棄しただけで、それで1の芯があるって。5番さんって1に疑われてたでしょ。それなのに1芯になるんだって思っちゃったけどね。僕は7だと思いますよ。でも17で1が7にずっと入れ続けるかな。私1ローだと思ってるから、どうなんやろ。まだね、釣られる可能性もあるからね。それやったら5の方が高いかな。でも1号でね、5が1進ってずっと言ってるように見えないから、1が、7、まあ、釣られないからと思って7に入れ続けた17ローローの可能性もあるよね。
迷うな。6と9はちょっと弾いてますね。まあ、9番さんのちょっと発言聞かないと分かんないけど、現状6と9は弾いてます。クリキ当たった方、うん、おめでとう。どうなのね、どうなんやろ。スタートします。ちょっと考えます。以上。9番のプレイヤーが発言します。かな。現状5番差がラストウルフの可能性は低いかなと思ってる。ここまで来るとね。うん。っていうのは5番さんって結構1を死んで見てるという発言を残し、で57での釣り位置っていうことをある程度飲んでる人物、今8番さんにも言われてるけど結構1番さんで5を疑ってる構図なのに5番さんって1を死んで見てる、それはまあ4番さんが投票大きなどしてるから4の死を得ないっていうのは、それは一応論は筋は通ってると思ってるので、で7番差については、これ強靭な名前でそうじゃない、これは結構いい精査してるから狼っていうのはない。で8番差については4、8狼の時地神するメリットが強靭ないよね。強靭禁止をしてほしいよね。結構5番さんとか1を死んで見てるとかっていう構図。強靭な騎士使用してほしい、正直。うん、となると消去法的に言うと、ね、6番差なのに6番さんがねなんかね。初日からね、なんか9に向けてくる視点がなんかね、さっぱりわかんないね。6行ってくれ。6番さん強靭目ある可能性もあるし、俺は1のシーンを見てたから、あの1が最初、1番さんが最初に疑ってた5番さんを落とすのいいかなと思ったから、57で疑5番さん、7番さんで疑ってたので、5落としが、5番さん落としが丸いかなと思ったけど。いや、まあ一番さなんで一番さ死んで見てるのに俺が強靭になんなきゃいけないのかなと。六番さ これ誰なこの時点で騎士でやる8しかねえよな。六の騎士はねえやろ。九え？勝ったかこれ。9騎士か。のしさんほらありがとう。のプレイヤーが発言します。で福引き参加してくださいね、のしさん。あーごめん。いやーなんかね出てほしかった俺ね。9番の方騎士だと思ってたから、なんか濁ったわ、うん、え何これ。98が俺投票か。76が5投票。ガチ格？まあいいんじゃない。なんか6番さん陣外だったら、まあこれ負けで。ガチ格かこれ。なんか俺9番騎士読みしたから、なんか9番に全く視点向けなかったけど、これ釣りなしでも勝ちやろ。8番さんの方から出るんですねっていう感じだね。釣りなし8番さんから。グッチョも変えた負けか。ん？ああ、なんかあるんかな、1番のシーン。わかんねえや。はい、もう任せます。いや、なんか、ごめんけど、基盤が言ってること、これからも理解少し直さんで、無理だと思います。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、6番さんが強靭か狼じゃないと、これは勝てないんですよね。はい。僕が釣られると PP になります。はい。まあ基本的に僕は今5番さん、じゃあ8番さんに入れてる理由っていうのは1番さんが言った通りの5で6強人8狼これやろの思考なんですよね。だから8番さんに入れるよっていう話もしたし、8番さん吉なら、あ、そういう感じ？あ、そういう感じ？そういう感じだったらじゃあもう6番さん落とししかできないんじゃないですか。8神9が強人だから変なとこ入れてる。じゃあ56で僕が狼で8番さん入れる必要なくないですか。8番さんに集まることってほぼなかったですよね。ラスト狼ウルフコードとして一番ふさわしいのは6番さんじゃないですか。はい。これどうすんだ。もう8神やろね。釣りなしでも8回目いいんか。
うわぁ。八神か。え、9放棄してる？これ9放棄してる？あー、これ八神だ。オッケーオッケー、勝ち、ナイス強人。これはナイスゲーだね。ありがとう。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番9番のプレイヤーが発言します。ユーザーさんありがとう。ご主人様は7番さんだと思ってるんで一応6投票しますね。強人使用します。これはあの4人番目なんで自投票できませんので、オオカミさんの指示をしてください。はい、私は強人です。あそこでね、騎士をあぶり出すのが私の最後の役目かなと思ったんで、はい、騎士かめてよかったと思ってます。はい、5番さんか7番さんどっちかかなと思ってんだけど、6番さんだったらごめんなさい。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。8番さんはもう変わらず私はこうだっていうタイプだったんですね。論としては一応僕の方が通ってるつもりはあったんですけど、ベンベイさんじゃないんですか？ 7 番さんで4神8騎士17狼9狂人っていうパターンですか？ベンベイさんどう思いますこれ。僕はなんかベンベイさんからすごいあなたの言っていることは何もわかりません、ローンは通ってるけどわかりませんって言われてる方がなんか全然しっくりきてないで、ちょっと頑張って僕は伝えてるつもりだったんですけど、ベンベさん7とかでこう17オオカミの本線の方が強いですかね。まあ68、ね、48オオカミが僕否定されちゃったんで、46オオカミ、9強人はまだ成立するんでちょっとあれなんですけど、ベンベさんどう思いますこれ。17オオカミ、9強人。で、7番さんが、とのライン切りをしようと思ったけど、うん、そうそう3番さんが釣れたラッキーイエイっていうパターンで生き残ってる17オオカミ急強人っていうパターンですか、ベンベさん。これそのベンベさんのオオカミで指名指名指名って感じですか、ベンベさん。6番ロムさんゲストありがとう。発言します。いや多分7番オオカミだと思うけど、いやなんかライン切りってずるいですよね、なんか。ずるい。いや、それってさ、ずるくはないでしょ、死にで入れてるってことなんかな。いや、なんかそれで、戦術なんだから、ね。それで勝ってもね、もう一部7番さん釣られちゃったらもう負けですてっていうゲームにしようとしたんですかね、これ。ずるいとかないよ、俺。いや、それはね、どうかと思いますよ。多分7番が昨日でちょっと言いたい、村人だったらもっと言いたいことあると思うんですけど、なんか全然出てこない感じが、多分7番さんが人狼かなと思ったんですけど。はい。7番のプレイヤーが使えばいいよね、別に。6番。うん、まあもう PP なんて。他5、6比べたらまあ。昨日の投票先見て、まあ視点更新して6番に入れたんだけど、まず5番振動で絶対8番には集まんないだろうなって思ったんで、そこで8番投票してるって、まああってマックス強かなって思ったんで、でまあなんか、最後のなんか5番さん、9番さんが強人使用した時の反応が、ちょっとなんか村っぽかったんで、6番に変えました。うん、まあ6番は行動では、全然狼っぽくなかったけど、正直占い師の信じなんて分かんなかったからね。でそこを6番さんは1狼1点倍だから結構視点つけてたかもしれん。これ大丈夫な、まあ、狼使用戦で負けですね。はい、
まあ、結構視点がクリアだった6番が盤面見えてるかなって思ったので、まあ、じゃあ6番投射します。9番放棄大丈夫よ、田さん。お返しをしなくてこれ。大丈夫これ、5、6が7いったら行かれるって、9番。が終了しました。追放されるプレイヤーは6番。6番の夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ休暇みだね。一応休暇み、一応休暇、9の騎士もゼロじゃないから。明らかに旧狂人でしょ、放棄してる時点で。夜、昨夜は1名の方が亡くなりました。ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。弁明さん、ごめんなさい。いえ、狂人値分かんなかった。八番さん狂人かなと思ったけどね。八番さん放棄してるから。いや、こっちも狼どっちかな、狼さんどっちかなと思ってずっと。あ、3番白いから3に釣りをした。そうそう、3番さん釣りをしの、6番さんが狼ないと分かって6釣りをしの、5番さん、7番さん、どっちかなって、ワンチャン4、うん、8の表、あの、地紙もあるなと思ったから、難しかったです。まあ、4も1も3に表回収してるもんね。だから、強靭目線は4と1オオカミの時、3はないって分かるから、3に入れるんだろうねと思ったけど、8が放棄してるから、8強靭かなと思ったから、4噛めるんだよね。3、7ランで負けた意味が分かんなかった。危ない危ない。サンバさん良かったですよね、サンバさんね。5番さん入れてるけどね。あ、4番さんを迷って放棄になった。どこ入れようか。あ、そうです。迷ってあれか。8番さんは、3からの3に変えたら OK になってました。ああ、そういうふうに回ったんか。もう強敵かと思ったね。村の落ち度で負けてるっすよ。3釣れてよかったと思って、サバサ釣れてよかった本当に。まあ、あそこ7番はなかなか釣れないよね。1新軸だと7白だし、1老軸でも7薄くなるからね。で、8番さん0声 ?0 声ですね。ちょっと1音はどっちか分かんなかったから。なるほど。はい。はい、じゃあ次行きますね。